イミングで、カタパルトハッチがオープンいたします。さらに、スイッチを、入れますと、コンテナ内に赤色 LED が点灯いたします。カタパルトをオープンいたしますと、サンダーバード4号が出撃いたします。サンダーバード4号、ジェットモグラタンク、磁力牽引車、ジェットブルドーザー、高速エレベーターが3台、全部で7台のレスキューメカがセットになっておりまして、リアルなジェットサウンドを装備しております。上が全部セットされておりまして、1万円でございます。リアルなジェットサウンド、レスキューツールとなっておりまして、テレビには6月の21日より登場いたします。やっと言えば飲料キャラカードなんですね。キャラカード合わせてこのドラゴン、シードラフト、特装エクシードラフトのコーナー、レスキューツール、オリスマシンとますますこの夏充実してくるエクシードラフトコーナー、爆発性の10レンジャーのコーナーであります。皆様の頭上にそびえ立ちます緑色のニューヒーロードラゴンレンジャー、ドラゴンレンジャー、緑色のニューヒーロードラゴンレンジャー、6月19日テレビ登場予定であります。6人目のニューヒーロードラゴンレンジャーが出たということは、6体目の守護獣、皆様の真ん中にそびえ立っております、ドラゴンシーザー、最重点アイテムドラゴンシーザー。このドラゴンシーザーを大獣神と合体していただきますと、向かって右側重帝大獣神、向かって右側重帝大獣神へと変形いたしてまいります。はたまた青黄色黒、青10レンジャーのコーナー、こちらでございます。さあ、男児キャラクター玩具バンダイ男児キャラクター玩具コーナーへとようこそお越しいただきました。こちらは人気爆発中の人気ナンバーワン、人気ナンバーワン男児キャラクター、恐竜戦隊10レンジャー、恐竜戦隊10レンジャーのコーナーでございます。さあ、どうぞごゆっくりご覧くださいませ。10レンジャーの待望の2号ロボ、怒涛のごとく登場でございます。その名もドラゴンレンジャーじゃないや、ドラゴンシーザー、ドラゴンシーザーでございます。さあ、皆さんの頭上の上にそびえ立つニューヒーロー、緑色のすごいやつ、スーパーヒーロードラゴンレンジャー、彼が6月から新しくデビューしてまいります。彼が従えてくるのがこちらの真ん中にいますドラゴンシーザーでございます。商品の方もグググイッと完成間近、こちらのオンエアよりテレビに登場いたします。レッダー隊長専用のスーパーパトカーです。こちら、はい、よろしくお願いします。こちらの映像ですね、精密機械の分野ではトップクラスと言われています。カタログには2レーンが乗ってるやつ。
ね。フルーツ大事と本物の歯ぐきらね、このようにコンパクトに分けることができますので、お子様が持ち歩くのも大変です。ケーキは入ってないんですけど、こちらみんな入ってるんです。そして人気のあるお家の中にもさらに、あるいは一つだけ倒す、いろいろテクニックに対して競うことも可能です。アンペイクの歌詞も随時入っています。ダービーのキラキラ輝く瞳の、こちらはクリスマスには小さな女の子からそして大人まで喜ばれる。さらには PC エンジンのレイアウトのこの新品をご紹介しているコーナーです。